二代目、市川團十郎法暦八年九月二十四日は、聖徳から教法年間にかけて、江戸で活躍した歌舞伎役者。野号は、成田屋。縄文は三章。拝名は三章。西牛祭、白猿、ひなすけ。江戸っ子の絶大な人気を博して、現在に至る市川團十郎家の基礎を築いた人物である。父は、初代市川團十郎。母は、 栄光に、初代男十郎が成田三神将士に子宝の眼をかけたところ見事生まれた子だったので、不動の申し子と言われた。また徘徊や教科に通じ、配合に三章、西牛、白猿、ひなすけがある。元六十年、中村座の平根元蘇我で初舞台。元六十七年、初代男十郎の王子によって、 三村座で二代目を襲名するが、力不足で悩む十七歳の二代目を引越したのは、当時の名優、生島慎五郎だった。その頃の歌舞伎は板頭、断左衛門の支配下に置かれていた。宝永五年、小林信介の訴えにより、江戸町奉行は、歌舞伎と傀儡師の支配権を断左衛門から剥奪。二代目は、被差別民からの独立を果たした喜びから、小林が記録した。 訴訟の天末をもとに、価値センスを表し、代々伝えたという。聖徳三年、三村座、花冠愛子桜で助六を初めて務めた頃から、徐々に劇団に足場を築き、人気を得るようになる。翌聖徳四年の江島・幾島事件にあっても軽い、処分で免れ、江戸歌舞伎の大一人者へと成長。教皇六年には、旧金が年仙寮となり、 占領役者と呼ばれる。教法二十年、門邸で養子の市川翔五郎に、團十郎を譲り、自らは二代目、市川海老蔵を襲名する。官報二年には、大阪に登って、毛抜きを所演し、髪型においても人気を博した。しかしこの年に三代目が休止したため、法歴四年に、改めて門邸の二代目、松本光四郎を養子として、 団十郎を四代目として継がせる。歌舞伎に荒ごとをもたらしたのが、父、初代団十郎なら、それを一つの芸として完成させたのが、この二代目団十郎だった。若い頃に支持した、生島慎五郎が、初代、中村七三郎の芸を受け継ぐ和ごとしであったことから、父親譲りの荒ごと芸に、和ごと味を加味した、独自の芸風を育て、その線から、スケクや、 毛抜きのような演目が初演された。荒ごと、和ごとのみならず、実時、濡れごと、八つ死に至るまで幅広い芸域を持っていた。また熊取りの技法や様式を完成させたのも、この二代目である。ありがとうございます。